菊名山っていうお寺があるんです。そこのあれだと、だって菊名っていうのは菊の花がいっぱい、なんかそのお寺を作る時にずっとあったらしいんです。まあ飲み行くでしょうけどね、はい、それぞれで菊名という。それから豆戸ってありますよね、はいはい、あそこはこの菊名池の沼が流れては、あそこ鶴見川ですか、はい、あそこが上からこうやって来て、で粘土があそこへ流れてくる、はい、だから豆が非常にいいんですね。よくできるんです。あ、そういうことでですか、あ、それで豆だからあそこに、はい、今会社になってますがね、ところの地主さんが醤油屋なんか作っとったんですね。だから豆がよくできたから醤油が、大豆なんかよくできたからあそこに醤油。なるほど。そのって今の椎橋さん、はい、ね、駅の三浦、はい、蔵の駅の、あそこのうちはお酒屋さんなん、私なんか子供の頃にはお酒屋が作った。あそこがあの辺の塩屋さんで、藤坂っていうのはあそこに塚がね、あそこにあったんですよね、これは縄文かあるいは弥生か分かりませんけども、塚があって、そしてその塚を富士山に登れない女性ですね、はい、ああいう人たちが方々にあります、東京にもあるでしょう、ね、富士山のあれ、その塚がを利用していて富士山ということで、富士塚、富士塚の今言った富士塚橋の下の方には大井戸っていう場所があったんだ、大きな井戸、あそこからだから菊内から流れてきたけど、あのってそうですね、一畳ぐらいの高さの落差があったんだ、だって大きな井戸みたいなのがある、だからそこにはいろんな、もう菊内家にはいないヤツメウナギだとか、なんか、そういう動物がたくさんいたんです。私はすぐそこにその落ちに落差する水を利用して、米つき場所があったんで、落差を利用しての、はい、で米つき場所、はいはい、まあ、そんなようなね話が、はい、この辺の田んぼが細い田んぼである、だからこれを谷戸田と言ってるんです。谷の戸のね、はいはい、まあそんなこと言ってもこれ今のね若い人には通じませんけどね、そういうようなあれもあるということだけね、また他の人にねお話ね、あれしていただければ本当ですね。いいんじゃないかなと思います。